類似型機関銃とは、主に第一次世界大戦期にイギリスで生産された軽機関銃である。連合国側で広く使用されたほか、第二次世界大戦でも一部で使用された。標準弾薬は303ブリティッシュ弾だが、他の弾薬を使用するバリエーションもある。原型は1911年にアメリカ人サミュエル・マクリーンにより設計され、アメリカ陸軍の退役大佐、アイザック・ニュートン・ルイスの手により完成した。しかし、アメリカ国内でこの銃のパテントを購入し、生産しようというメーカーはなく、陸軍にも採用されなかった。その後ルイスにより、海外への売り込みが図られ、1913年にベルギー陸軍が採用、翌年にはイギリス陸軍にも採用され、イギリスのバーミンガム・スモールアームズにより、ルイスがマーク1の名で量産された。リブ付きの47発、または厚みのある97発型のパンマガジンは上、側面のみカバーされていて、下から見ると先端を弾倉中心に向けて、装填された銃弾が螺旋状に入っているのが露出して見える。97発マガジンは4層、47発は2層になる。ボルトが交代するたびに、弾倉全体が時計回りに回転する。はい、鞘口は弾倉下の機関部右側面にあり、空薬莢は下右へ配鞘される。標準タイプには2脚架が用意されており、副射による安定した射撃をサポートした。対空用及び艦艇搭載用に単脚架や三脚架も存在する。交代したボルトを前進させるバネには、一般的な圧縮コイルバネではなく、ゼンマイバネが用いられている。このゼンマイバネは、引き金の前方にある半円形の突出部に内蔵され、歯車を介して、ボルトに力を伝えている。空冷式であり、外見上の特徴になっている、水冷機銃の冷却水タンクのように見えるものは、放熱用のアルミ製冷却塔である。銃身と冷却塔の間には放熱用のリブが挿入されている。冷却塔の先端は、銃身の先端から、さらに前方へ突き出していて、銃口の前に当たる、冷却塔の内側には何もない空間が、設けられている。射撃時に、銃口から発射ガスが前方へ噴出すると、風圧によって、重心の周囲の空気が前方に誘引され、後部から新たな空気が冷却塔の中へ流れ込んで、冷却効果を高める仕組みである。ただ効果はあまり芳しいものではなかったので、以後の軽機関銃に同様の冷却塔を備えた銃器は、ほとんどなく、量産されているのは PKP ペチェネグ機関銃程度である。なお航空使用では気流による自然冷却が利用できる上、空気抵抗の増加を防ぐために冷却塔と放熱リブは取り外されており、重心も振り回しやすい握りに変更され、軽量化が図られていた。旋回機銃用に2丁のルイスを並列させた連装銃架も製作されている。弾倉が装着され、ボルトが交代した、全装填状態の機関部断面図。引き金を操作すると解放されたボルトが、ゼンマイバネの力で前進し、初弾を薬室へ送り込む。複雑な装弾機構や、弾丸が露出して、埃に弱い弾倉のせいで故障が多く、後発の軽機関銃に比較すると信頼性は低い。しかし、機関銃の黎明期に登場した。アメリカの M1909 ベネット・メルシェ系機関銃や、フランスの照射系機関銃など、信頼性に欠け故障ばかり起こす、各製品に比較すれば、軽量であり、かつ実際の戦場で、実用可能な信頼性を、初めて実現した。当時としては軽量であることも評価され、第一次世界大戦中には、イギリス陸軍で使用されたほか、フランス陸軍やアメリカ陸軍でも採用され、アメリカでは弾薬を30の06、スプリングフィールドとした仕様が生産された。ロシア帝国軍も6000丁近くを購入したことが記録されている。地上用の軽機関銃としてだけでなく、航空機搭載用としても用いられ、史上初の航空機銃となった。低性能の自国産機関銃に見切りをつけた、フランス軍を筆頭に、イタリア軍やベルギー軍など、連合軍側各国航空隊にも採用され、偵察機などの旋回機銃として搭載するほか、戦闘機の固定機銃として服用機の上翼状に装備された。これは引き金を直接引くほかに、コクピットからワイヤーによる遠隔操作で発砲可能になっている。イギリス陸軍航空隊では、途中からフォスター銃火が導入され、弾倉交換のために上向きにすることで、射銃のような使い方もできた。しかし、この弾倉交換が固定機銃としてのネックで、プロペラ回転面を通して射撃する機銃同調装置がついたベルト球弾式のビッカース機銃に比べて、弾数の少なさから頻繁に再装填を繰り返さなければならず、後に航空用として97発入りの大型弾倉が開発導入されたが完全な解決には至らなかった。信頼性の低さから、第一次世界大戦後はイギリスでは、後継として、チェコスロバキア製の ZB26 をライセンス化した、ブレン系機関銃に、航空機銃としては、ビッカース系機関銃へ更新されるなど、各国で第一線から退いていった。第二次世界大戦のイギリスでは、予備兵器として保管され、ホームガードをはじめとした民兵などの2000級装備となっていたが、イギリス海外派遣軍がダンケルク撤退戦で大量の兵器をヨーロッパ大陸へ移帰した結果、兵器不足を補う形で倉庫から引き出され、北アフリカ戦線で活動する LRDG の車両にも搭載された。これを捕獲したドイツ国防軍は 7.7mm、レムグ137の名を付けている。だが、核兵器の再生産が進むと役目を終えて前線から、消えていった。第二次大戦後の戦場にも非正規装備として少数が使われており、第一次中東戦争、朝鮮戦争、インドシナ戦争からベトナム戦争、グレナダ侵攻、ユーゴスラビア紛争でその存在を確認されている。92式 7mm7 機銃第一世界大戦時の日本は連合国側であったので、英仏からの軍用機輸入に伴って連合国側の標準的航空機銃であったルイス機銃もビッカース機銃と同時に導入され、陸、海軍航空隊とも大正時代から運用を開始している。日本海軍は92式 7mm7 機銃として採用し、軍艦の対空機銃としてはもちろん、航空機の旋回機銃や陸戦対応などとして、第二次世界大戦でも広く使用した。日本陸軍の92式重機関銃と名称が類似するが、全く異なる銃である。初期には輸入していたが、後に国産化され、少なくとも1944年まで横須賀及び豊川海軍工廠で生産が続き、終戦まで使用された。搭乗員が手袋をつけた状態で使用しやすいように、トリガーガードが大型化されたものもあった。使用弾薬はイギリス軍と同じ303ブリティッシュ弾であり、日本陸軍の 7.7mm 弾との互換性はなかった。一方、日本陸軍では1915年にルイス系機関銃と外見のよく似た姿勢軽量機関銃5号を開発している。これは口径 6.5mm で、3年式機関銃を元に小型化した機関部にルイス式の放熱筒と皿型弾倉をつけたもので、2脚ではなく小型の3脚を用いていた。ありがとうございます。